あ、しろたん。りさん、おはようございます。なべさん、おはようございます。しろたん、ぺんちゃんさん、みなみちゃん、ぴあさん、ねこぴょんさん、たん、隊長さん、パンプキンさん、リオニー、山ちゃんさん、NORSGR さん、おはようございます。チームメイト、すきさん、じゅんさん、たっちさん、がん、待って、なんだっけ、ギャミー、ギャムさん、なんでしたっけ、ギャーです。待って、ごめんなさい。 GM さん、秀丸さん、たけやんさん、しそちゃんさん、レイレイさん、ゆうすけさん、てっちゃんさん、若潮さん、まさまるさん、としぼうさん、よみチャンネルさん、ゆるんさん、海馬社長さん、原十三さん、やさあきさん、なとごはんさん、ミッキーさん、ともさん、そっちゃん、そこがいそうでおかしいです。おはようございます。くちんさん、ギャムさん、ギャムさん、おはようございます。ごめんなさい。ママおはよう、ママおはよう。ございます。マークンさん、カッツンさん、土屋美さん、ロムヤスさんさん、ヨシキさん、キャンバスポテトさん、ゴールデンハンさん、りょうすけさん、ヨスさん、太郎さん、あ、オッケー、昨日は横字でよかった。マーチンス、デローさん、おはようございます。WOTW さん、おはようございます。そう、あれはでもね、クルミだけに向けられたんじゃなくて、存続のために必要だったからしか、もう本当は3万ぐらい。トミーさん、カブチンさん、アイアイさん、シュナミさん、セドッチさん、カミさん、ありがとうございました。じゃんけん、まあまあ強かったね。まあまあ。でもいいんだよ、あれで。じゃんけんしたくなかったから。でもなんでってさ、みんなはさ、なんか本当は強くないけど、たまたま買った系の人なんですよ、私。もし買ったら。なんか、タヤちゃんとかやった後みんなでじゃんけんしてて、すごい強かったから、たまたま買った系の人じゃないから。私は多分あそこまで上がれたのは、本当にたまたま買ったみたいな感じだから、本当に。だから多分私勝ってたら、次負けちゃうかもしれないでしょ。だから佐々木さん、よろしくお願いします。アブラちゃん、そう言ってます。そう、一回勝っただけですごかった。シンさん、そう言ってます。おのぐらいの余裕なんつうの。でも私ほんとたまたま勝っちゃったみたいな感じだから。なべさん、ありがとうございます。大ちゃんに頑張ってもらおう、予選は。もう明日だからね、予選も。のびちゃん、ありがとうございます。お茶飲んでますさん、おはようございます。あー、黄緑がよかった。ありがとうございます。昨日私海外出すと2個来たんだけど、今朝の朝、前、今今朝の、もうやだ、私もうセリフ本当に。ビッカズさん、おはようございます。ズンちゃんにメールしたよ、もう夜中の12時20何分に。じゃあ本当はね、送ろうと思ったんだけど、なんで送らなかった？アイス食べててね、送れなかったの。
じゃアイス食べてて携帯をどっかやってて、それで多分私は1回だけご飯食べてたのかアイス食べてたのかな、したから夜あの2階に携帯置いてたからもう全然ちょっと携帯探す時間なくてアイス食べてた。でもちゃんと12時過ぎにちゃんと送ったから大丈夫。そういうな、でも大丈夫、太らないアイスなん多分ね、氷のやつだから、氷にちょっと味がついたやつだから、あれだよ棒のやつ半分に割って食べるやつです。わかる、何やるんだ、そうポキッて折ってこうやって半分くんして食べるやつ、あれ美味しい。うわ昨日ができるったら嘘ですよ、だってね、いや本当だけど嘘、なんかできるなとは思ったけどなんだろうね、なんかあれ昨日は運が良かった、なんかパッと思いついたひらめきがね。佐々木さんありがとうございます。そう、おパピプペパピコじゃありません、だから棒です、棒一本の棒をこうポキって半分で割るんですよ、こうこういう長い棒をこうやって割るやつです。ひさきさんありがとうございます。そう、みそちゃんさんありがとうございます。いつもの滑るんじゃなかった、ジェイローメロンさんありがとうございました。昨日は本当にありがとうございました。そう、山本さんありがとうございます。真ん中ちょっとくぶれててちょっとそこを折って食べるみたいな、私ほどあれ好きなんですよ。お家ね、なんでアイス食べるかってあるから食べるんですよ、やっぱりなかったら食べない。私はね昨日はねあの毎日違う味食べてるんですけど、夜に昨日はぶどう味食べた、美味しかった。朝日さんおはようございます。ケミさんおはようございます。あ、商品名チューペットって言うんですか、だってそうだ、なかったら食べない、でも買ってほしい、好きなの私アイスが普通に。さくんさんおはようございます。どう味美味しい、私は一番レモンとイチゴが好きだけどブドウも好き、何でも好き。でも私はメロンがあんまり好きじゃなかったんですけど好きになりました。高橋さんおはようございます。そのメロン味の中、メロンは好きなんですけどメロン味のなんかが好きじゃなくて。じゅんさんありがとうございます。おはようございます。そうガリガリ君とか食べちゃう普通にね、ミッキーさん分かる分かる、ね、チューチューとかね、トップリードさんやめないで、やめないけどスイカ大好きです私、ヨッシーさん買ってないと怒るよ。でもねまだね昨日今日で一袋食べ終わるんですけど、あの二袋目もあるのでちょっと今日は二袋目も食べたいと思います。ポンズさんおはようございます。昨日はお疲れ様、いや全然こちらこそありがとうございました。ちーちゃんさんおはようございます。あ、梨味ね、私も一回食べたことあるんですけど梨味うん、食べないという選択肢はないんです。夏はお風呂上がった後にご飯じゃない、ご飯は食べない、それはお風呂当てた後にアイスを食べるのが普通なんですよ私にとっては。ミント食べる派、うん、あんまり食べないです私、あんま食べたことあんまり、なんか私は新しい味に挑戦するのが怖くて、すごい失敗したら嫌じゃないですかお金かかってんのになんかだからあんまりなんか好きなのしか食べないっていう。あーバターが変わってる、まとまるさん追加になってる、すごい
だからあんまり食べたことない、違う味。なんか友達が食べてているって言って一口食べて、あこれはいけるなと思ったら次自分でも買ってみたりするけど、なんか自分からそういうのは買ったりしない系の人。だからバニラアイスとかイチゴとかもうそういうのしか食べない。ひろちゃんさん仕事行ってらっしゃい、ありがとうございました。そう、だからまあ、じゃあじゃあ本当にアイス食べてるぐらいじゃ顔丸くならないね。待つね、スープ始めるわ。今日はちょっと無理だけど明日ぐらいから明日ぐらいからスープ始める。本当に丸く。でも聞いて、私ねちょっとね顔のねこの間むくみ取れたなと思ったらねまたむくんできちゃった。一瞬ね一日だけむくみ取れてたんですよ本当に。あひろちゃんありがとうございます。ひろまえさん雨なんですか、今日まだ外見てない一回も。なんか何スープあれ。ローニーボイさんおはようございます。何スープってのあれ。体にいいもの、カロリーの低いものがたくさん詰め込んであるスープです。はい、いともなく食べちゃいます。もう天気予報やりたいんですけど、もうちょっとなんかちょっと8月終わるまでは多分できなくて、そうね、それあと9月に入ってもちょっと危ないところがあったらちょっと休みます。優しい丸丸丸させます。雨大丈夫だよ。あ、デトックススープです。前言ってた気がするな、ここでデトックススープです。もうそれ本当に飲んだ時一回痩せてたんですよね。なんか気持ちが痩せてたの、わかる？なんかいや自分が頑張ってるなと思ってたから気持ちが痩せてたの。なんかキッチさんおはようございます。ミディアム、そうだからそれ飲んでるとなんか気持ちが痩せてる気持ちになってたから、なんか細くなったのかな、やっぱりなんかそう気持ちなのよ。気持ちが痩せてた、そう。あ、おはようございます、石川さんおはようございます。そうそう、モチベーションもね、モチベーションってさ歌詞の中に入ってるけど意味分かってなかったんだけど、分かった、モチベーションって気持ちのことなんだね。気持ちのことっていうかテンションのことっていうか、なんかそうでしょ多分。気持ちの問題なの、やっぱ気持ちが痩せてるからね。え、気のせいじゃん。でも本当にちょっと写真見たら痩せたなって。んで聞いて、本当に私ね、この間生写あの一番最近の全体写真撮ってた時マジちょっと太ったらね、顔が丸くてその全然ねあれで、でちょっとそのいつかわかんないけど生写真撮ってなんか2週間とか1週間とかした2週間ぐらい経った後にその写真と今の写真を見比べたら全然違くて、本当に生写真の時にすごい顔むくんでたなっていう、やばかった本当に。でも今もやばい言うて、そうクレープ2つ食べようとしてたけどまあ食べてないから。源次郎さんでいます、そうですね。で何話そう、いつのだろう、いつだろう、でも何いつ撮ったっけ。ちょ、私高低差なんかあんま見え、なんか見返さないとわからない高低差がある。あっちゃさんおはようございます。逆に言ったらねって言われる、まあね。じゅんさん、まさきさん、瀬戸内さんありがとうございます。
あ、マイケルさんありがとうございます。いやこれ買ってないじゃん、買ってないじゃん、音のしかないじゃん。ちょっと待ってくださいね、ゴミがどっか行っちゃった。嘘、半年前より、ま、何、半年前より、ま、マイケルさんありがとうございます。いきます。音しかないけどありがとうございます。くさ、あ、まさきさんありがとうございました。出発はありがとうございました。エルグラさんおはようございます。本当に半年前より臭い、あれ。エルグラさんありがとうございます。安定の草、なにこれ、草。そうです、匂い嗅ぐのやめられない。そういや、ちょっと嗅ぐのも楽しくなっちゃう。でも臭い。よくみちゃんの散歩がありがとうございます。くるくるおはよう、よくしっかり楽しんでない。はい、やつくんさん楽しみます。今日のテーマはないです。はるくさん初ありがとうございます。今日は幕張り、まどちゃんさんハークル、そう、もうね、あずまんさんおはようございます。やったーさんりんさんありがとうございます。え、昨日ない、普通だって、普通にいつもなんかいつも通りのことしてるから、なんか裏話ってわけじゃないんだよね。なんかそういつものなんかじゃんけん大会はもう安心安心安全、たいちゃんが出てくれるので。だって集まったのもう、待って、本当にあれ集まったのもう5分前とかだから、全員がで、普通にみんなで全然話してない、みんなと組み、あれ漫画読んでた。聞いてください。なんかね、私がね、君だれねって言ってね、なんかこの間は萌え台詞やんなかったけどやるかなと思ったから、ちょっと勉強してたんですよ、漫画読んで、まあ、好きなんですけど、もともとみんなと交流してない、なんかそう、山ちゃんさんでございます。テロップ返したのね、面白い人。漫画でちょっと勉強してて、漫画にちっともそういうシチュエーションなかったから、全然ちょっとしか勉強にならなかった。だって、ね、お祭りだったじゃないですか、今回。全然私読んでたの、なんか、なんだっけ、どういう話だったっけ、なんか、面白いやつ。いやな、そう、でも本当に勉強してたんだけど、どっか行っちゃった。ななえさんありがとうございます。めっちゃ優しいですよ、トップリードの方は。もうトップリードさ、そうそう、だから漫画読んでただけになっちゃったね。もういいの、漫画面白いから。おはようございます、ご視聴ありがとうございます。DVD の見どころね、うん、あるけどないけどみたいな、なんかあるけど全部があれだから、なんか全部見てほしい。いやでも萌え
なんかそのシチュエーションが出てこなかった時は本当にただ漫画読んでただけみたいになっちゃう。だからくるみはただ漫画読んでただけになっちゃった本当に。あちゃんさんありがとうございます。そう手書きジャケットまだ書いてない私、あれ1枚目だから本当に。だからこれから書いていきます。シュガールさん出ます。そう10万歩だね。今日どの子を連れに連れて行こうか。コースケイさんありがとうございます。仕事行ってきます。近くさんありがとうございました。金魚すくいの人です。また肌ピツやばいんですけど、すごい。孤独なピーちゃん孤独なピーちゃんだからね。ピーちゃん全然めちゃくちゃちゃった。あ、たかっちありがとうございます。仕事中、あ元気出してください。頑張って。ジャケットのアザラシ、君はうちわより丁寧に。嘘、そんなことないよ、みんな綺麗に描いたよ。そうなの。まさまるさんありがとうございます。いつ鼻かめばいいか、このタイミングでかんでいい。やばい、ここで鼻かんない。トミーさんおはようございます。そう、ちょっとね、でもまあちょっとアザラシがちょっと苦手っていうことでね。いや、だからうまいね。シスルなんちもうあげちゃった、やばい。綺麗にしてんのに、なんで。ケロロ2号持ってこかなきゃ。この間ケロロ2号の話したし、劇場で。じゃあお楽しみということで、ちょっとお楽しみにしていてください。口笛吹けますよ。メガネ、あ、メガネのたくさんありがとうございます。鍋さんありがとうございます。できない、朝できない。あれできた。私ね、息吸うとね出るの。しるいぞ。山口さんおはようございます。白タイツくん元気だよ。知るだけ、目の前にいたわ。もうあの折れた、今ちょっと冬眠中なんですよ。もうあの羽が開けなくなっちゃって、なんか開けない、開けるんですけど、あ、これ知るタイツくん1号ですね。普通の白タイツか。じゃあいいよ、お眠りしてて。あ、マサ H リンゴさんおはようございます。ズチュミさんがありがとうございます。白タイツくじゃないです。シロさん、僕シロタイツくんが呼ばれると一瞬勘違いしちゃう。だってあります。アイリスさん、あの、はい、なんかそう、その宮崎美穂さんは、はい、なんで話したって、なんか、うん、そう、可愛いねって話かけられた。
こないなんか全国握手会の時にそうや言われて、あとなんだっけ、あ、岩立紗穂さんはそのこないだ公演も見てくれたんですけど、その時にお話ししました。あ、なおさんおはようございます。あ、ね、少しで起床ですね。もう少しあと5分で起床。あ、文人さんありがとうございます。ひろたいつくんもトップリードさんの T シャツみたいに入れ替わるね。それな、いつの間にかちょっと白タイツくんが綺麗になってるかもしれない。あ、文治さんありがとうございます。あ、ロリムさんありがとうございます。あ、白タン本当ですか、本当ありがとうございます。まみちゃんありがとう、まみちゃんさんありがとうございます。あ、中地さん OK です。老平さん本当ですか、無理で深いからあんま似合わない私は。同じさんありがとうございます。これからまあね16期の萌え女王になろうなれないよな絶対。これはモエゼリフ再現プリーズ。私もうね、なんて言ったんだっけ、なんかねお祭りでしょ、なんだっけ、お兄ちゃんって言って金魚すくい競争しようって言って、あ、あちゃんさんありがとうございます。金魚すくい競争しようって言って、もし負けたらこれに自分が考えたのは手つないでくれるなんですけど、あのダブリードさんが考えてくれたのはその後に一生彼女作っちゃダメだよ、なんだっけ、それです、それです。お再現できないやだいや隣にママがいることがもう嫌だそう本当に本当にやばい、本当にやばい。だってねもう一人暮らししたいママは隣にいることがまずい。うちママどっか行ったんですけど、行かないくてよかった。じゃあやるの、本当にやるのママ。いやこれめっちゃ恥ずかしいんですけど、ママに萌え台詞言うの。みんなやるんだ、やるのね。どっちどっちが多い？じゃコメントで、あ、みんないらっしゃい、ありがとうございます。やるんだ、やるか、じゃあやる今日は。じゃあ違うの、何それ、もう考え、昨日だってベストじゃん昨日の一番。じゃあな、じゃあみんなさんがちょっと言ってくれたのを参考にもう一回考え直すので、なんか言ってほしいセリフみたいなのを送ってください。送ってくださいか、あのコメントでちょっとだけ。じゃあこの感じが、こういう感じがいいってことか。ちょっとちさんありがとうございます。兄ちゃん大好きそれはあるね、なんだろうね。
るからやだ、なんかシチュエーション、くしゃみ、パパ、くしゃみやばいの私、可愛いくしゃみができない。お兄ちゃん早く起きて、もう早く起きないと、早く起きないと、一緒に起きてようか、早く起きないと一緒に布団入っちゃうぞ、だってやば言えないよ、恥ずかしくて。いやいや、まさまるさんのをまず一個言ってみよう。じゃあケロロンが言う何、兄ちゃん早く起きてよ、早く起きないと布団の中一緒に入っちゃうぞ。これね、これだよ、オッケー、いくよ。え、超緊張する、これショールームだからもっと緊張する。なんか大丈夫、昨日と違って見てる人数がまだまだまだ大丈夫。いくよ、どうだっけ、お兄ちゃん早く起きてよ、はい、お兄ちゃん何でしたっけ、お兄ちゃん早く起きてよでしたっけ、早く起きないと死ぬと中行っちゃうぞ、オッケー、合ってるね。恥ずかしいから寝るねって、宮川さん寝ないで、オッケー、はい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 、行きます、ちょっと待って、はい、行きます行きます。え、どうやって、じゃあ誰か3、2、1って言って、ママ3、2、1って、はい、お兄ちゃん起きて、早く起きてよ、起きてくれないと一緒にお布団の中入っちゃうよ。やーやだもうやだ、でも普通じゃないよ今、頑張る、ほんとやばい、昨日はさ、その場のノリとかあったからさ、普通じゃないって、ねどっちありがとうございます、イラットさんありがとうございます、ありがとうございます、タッティさんありがとうございます。あ、本当だよ、家族いるんだよ、目のこの壁の向こうに、起きな、起きて、もうもう起きて、じゃあ今日はアイスを3本食べます、今日アイスをじゃあ2本食べます、ご褒美に、狭い、暑い、起きるわ、いやひどっひどっそれもそれでひどいわ。兄さん、お兄ちゃんいる、でもお兄ちゃん今どこ行っちゃった、さきさん、ありがとうございます、めっちゃ緊張した、今の姉にやってみる、確かに、ねえお姉ちゃん起きてやばい、それはそう、まあね、まあこんな感じで、もうあのマジリフというね、とても恥ずかしいのかな、恥ずかしいでしょ、冬ならいいよってそれは冬ね、夏暑いよね、くーさんありがとうございます、遅刻してても出てください、遅刻したらギャられそうだね、ギャられそうだね、確かにあ、超ギャられそう、恥ずかしいです、はい、じゃあこんな感じで、まあまちゃんさんありがとうございます、おはようございます、あつしさんおはようございます、じゃあね、こんな感じでちょっとまたいつかね、皆さんがなんかそういうの送ってくださったら、そのコメントでちょっとできる限りできる時にまた
おはよう。いや、全然でしょ、たけさん。おはようございます。えしろさん、ありがとうございます。皆さんがそういう場面で送ってくだされば、なんか、そういう、まあ、急にでもいいですし、なんか送ってくだされば、ちょっとできるセリフであればやります。最初に萌え台詞って書いといてくれれば、あ、これは萌え台詞のために来た話題だとやる。でも、やるかはやらないのかは、その日の、そのテンションによって変わります。そういうことなので、じゃあよろしくお願いします。超はず。いや、楽しいわけ、楽しいけど恥ずかしい。わかります？なんか漫画で見てるやつが現実に起きると嬉しい。なんかわかる？わかりますか？でもやっぱほら、練習しないと萌え台詞もね、うまくならないから。一人でやっても意味ないし。これから16期の萌え女王になるから。そういうようになるから。アダティさんありがとうございます。ケンシロウさんありがとうございます。プンジーさんありがとうございます。じゃあこれから。以上ということで、姉がすごいもう、もう動けない人を見て、今壁にぶつかってたわ。目閉じて。そう、じゃえらい。16期のだから。でも16期さ、やっぱさ、そういうさ系の人あんま見たことなくない？でも私タグちゃんがね、やってんの見たい。見たんだけど、君だって、もっと見たい。壁、こうやって歩きだから壁にぶつかってたわ。す でに上レベル、本当ですか？でも16期みんなそういう子、うまい子もいっぱいいるからな。まなかちゃんのやばい、あれは。ギャップの差がなんかある。なんか多分初めて見た人は普通にああできるんだなって思うだけだけど、やっぱ普通に知ってる人はやっぱああいうのあんま見てないから、まあなんかちょっとああいうの言わない系ってあれだから、急になんかね、だからちょっとギャップの差を感じる。さきさんありがとうございます。堀ちゃんうまそう、本当に。まなかがいた。そう、まなかちゃんやばい、あれは。危ない危ない。なんか子供っぽいとかじゃなくて、普通になんか普通になんかちょっとね、言ってそう、なんか年メンバーも言ってそうなセリフみたいな。そちさんありがとうございます。ヒロさんおはようございました。空港に着いたよ。そう、危ない、ちょっと。だからちょっとなんか私は危ないじゃない、なんかちょっと子供、なんか金魚すくいとか言ってるぐらいだから、なんかちょっと子供っていうか、なんかね、あれだけど、そう、ちょっとまだかちゃうで、ね。あちゃんさんありがとうございます。ね、萌え、ね、萌えです。ね、かおりちゃんの声でも兄ちゃんって言う、やだ、まなかちゃんにはちょっと。ゆうすけさんありがとうございます。まなかちゃんと戦いたくないかな。さあ、おはようございます。まなかちゃんでも、なんかまなかちゃんと傾向が違うから、もう。なんかその、ね、わかる？うん、そうだから、ちょっと、それは好み、好みです。そう、そう、私変わんないのに、なんか全然傾向違うの。だから。かおりちゃん、ぶりっ子だなって聞いたら怒ってた。ダメだよ、聞いちゃう、とか言って。表情か、表情ね。カズニンさん。おはようございます。萌えの顔。お肉いっぱいついてるからダメなんだよ。わかんない、なんか。うん、緊張したらもうなっちゃう。そうね、じゃあ、また。え、ブンブンの萌えみたいね。バイバイ。そう。じゃあね。あ、瀬戸内さんありがとうございます。ウィンク。
あのこの間の自己紹介の時にね、皆さんのハートなんかお気に入りの最近買ったものでお気に入りのものみたいなやつあったじゃないですか。あれでみんなのハートを見てって言ったじゃないですか。で本当はね絶対言わない言わないってマネージャーさんと話してなんかちょっとないって言ってて、でしたらじゃあアメリさんがあじゃあそうやって言えばいいんじゃないですかみたいなちょっと提案をしてくれてて、でしたらそれが出てきて絶対言いませんよとか言ってたんですけど言ったんですよ。もうってなりました私後ろで。私さ文人さんありがとうございます。あ、まなかちゃんに今日は3478部だよね。はい、そうです。全然さんありがとうございます。ということでじゃあ汗とっちさんありがとうございます。そうですね、今日はじゃあこういう感じで今日は握手会ですのでぜひ、はい、時間があればおしましとかもあるのでねぜひ来てください。お願いします。当日券 OK、 多分 OK だと星マークついてるよね。ね、今日言う、まなかちゃん何部、まなかちゃん何部だろう。ゆうぬさんありがとうございます。何レーンだろう、そこまで把握してなかった、すいません。え、同じ、あ、じゃあやるかもしんない。いかが同じ、まなかちゃんとやばいね。まなかちゃんと全部一緒、一緒で隣だって。まあまなかちゃんと隣なの、どうしよう。まなかちゃんも当日指名権ある、まなかちゃんにじゃあちょっと言ってもらうわ、隣でちょっと時間が空いた時に来るみたいな、ちょっと萌えゼリーをちょっと言ってみてって言って、ちょっとキュンキュンしてる一人でちょっとある、あ、じゃあちょっと一緒に、あー隣でちょっとみんなには秘密に絶対言ってくれないです。まなかちゃんくるみに冷たいんですよ。くるみがね、あの他の人がね言ってって言ったらやってんのに、ね、くるみが言ってって言ったらやってくれないんだよ。あ、ゆうやくんさん初見ありがとうございます。で、まなかちゃん、そう、まなかちゃんツンデレなんだよ。そうそう、ツンデレなの。ツンツンしててもデンデンデレデレしてる人もいるのよ。デレデレしてる時もあるのよ。だからもうギャップがすごいよね。ツンデレって破壊力はないから。そう、そう、まなかちゃん首に塩対応してくるの。そうだね、チェンジしたらもう汗かいちゃダメだよね。怒られるから、汗びしょびしょびしょ、びしょ。あれはね、まなかちゃんの服が暑かったの。だって長袖に長ズボンだよ。ルンルンも対応をツンデレにしたら、ツンデレがわからないから私それでダメなんですよ。まさまるさんありがとうございます。萌えゼリフやります、スケッチブーツ以外でアベリーさん、やだ、私やりたくない。2対2ですよ、あ、1対1ですよ、恥ずかしくて。ナベさんありがとうございます。ということでヒロさんありがとうございます。デレになった瞬間焦る。確かに、ね、まなかちゃんのデレって急に来るよね。だってそういう時クルルーンって来てくれるのに、急にツンになった瞬間もう目がまなかちゃんって言わない限り全然話してくれないよ。ひどい。
で可愛いっしょ、めっちゃ可愛いっしょ。なのに全然こっちには来てくれない。ツンしてる時には、ツンってなってる時に、タワーが口に。そう、最近もなかちゃんもね、ツンツンしてる。まあいいんだよ。好きや。好きやとぎるとって思っちゃった今。今そっち行っちゃった。ちょっとママ、ちょっとママ倒れないで一緒に。ママはどうせ、ちょっと待って、ケロロの目ん玉が鳴った。知ってる、何も。嘘だよ、嘘、嘘、嘘、本当嘘、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 嘘。ありがとう。まなか。そうね、まなかちゃんって本当キャラ、そう。あ、ゆうやくんさん、ありがとうございます。ブンブン、嘘、ブンブン来たの、ブンブン来た、どこ、ブンブン、ブンブン返事してください。あ、おはるんだって、おはる、やった、おはよう、ブンブンも元気出た。ブンブン、おはよう、オッケー、ブンブンに朝の挨拶できたし、みんなブンブンって言うようになったんだよ。カナブンって言うけどブンブンとも言うね。じゃあ今日は握手会ということで手を挙げていきたいと思います。じゃあ逃げる、待って待って、誰さ、吉幸さん、ありがとうございます。じゃあ今日は幕張メッセで、幕張メッセで、はい、あれです、握手会なので、ぜひ皆さんも遊びに来てください、お願いします。それでは今日の天気予報じゃなくて、すいません、間違えました、完全にコメン、あ、間違えた、あれです、ランキング発表、イエーイ。じゃあいきます。13位の方、ペポさん、ありがとうございます。12位の方、てっちゃんさん、ありがとうございます。11位の方、ゆうすけさん、ありがとうございます。10位の方、やさあきさん、ありがとうございます。19位の方、せとっちさん、ありがとうございます。18位の方、たっちーさん、ありがとうございます。7位の方、ぶんじーさん、ありがとうございます。6位の方、おたっちさん、ありがとうございます。5位の方、まさまるさん、ありがとうございます。4位の方、なべさん、ありがとうございます。1位の方、あっちゃん、あ、ちょ、3位の方、あっちゃんさん、ありがとうございます。2位の方、ギラッドさん、ありがとうございます。1位の方、マイケルさん、ありがとうございます。今日は遊びに来てくださった方、コメントしてくださった方、フォローしてくださった方、ギフト投げてくださった方、推薦コメント書いてくださった方、手紙書いてくださった方、ありがとうございました。これからまあもうね、あとね11分ある、どうしよう、鼻やばいよ、鼻水、鼻かみ痛い、鼻かみ痛いよ今さ。かんでもかんでも出てくる。どうしよう、もうじゃあ好きですって言って、もうあの、はい、じゃあもしこれから萌え台詞を言ってくださいって言ったら、好きですって言って、神対応ですね。そうですね、ティッシュもお願い、ハバナイスティー、あー、バッチさん、ありがとうございます。お兄ちゃん、お兄ちゃんって言った方がいいのか、お兄ちゃん、
ッケー、もう今日で勉強になった。今日証明、あ、これだ、これ公演の時だけじゃなくて、あ、握手会とかでもこれをしてくださった方ら、してくれたら、あ、ショール、コメント見て、あ、ショール見てくれてんだなって思いますので、ぜひやってみてください。あ、はい、じゃあ今日はね、じゃあ、え、何でもいいですよ、もう、あの、はい、なんか今日はじゃあ、今日はじゃあ頑張りますので、くるるんポーズ、くるみポーズ、これはパパお小遣い出しちゃうやばい。じゃあそんな感じで、じゃあまあ今日もテンション上げて皆さんに会えるのを楽しみに待ってます。ありがとうございます。ゆうたさんに会います。無理やり思えたので、まあね、言われたらちょっと期待に応えられる限りでやりたいと。オッケー、お兄ちゃんは1分で忘れたらそうね、あの勉強やっぱそういうのですかね。早口言わない、それな、お兄ちゃんのレスケ、お兄ちゃんのレスケ、ほんとそれな、ありがとうございますって言ってる間に流されちゃう時とかあるからね、だからちょっとちゃんと話さないとね。じゃあ本当に今日は朝からありがとうございました。じゃあ鈴木今日は寝ちゃったんですけど、でもはい、皆さんのことをね、どう思ってるかわからないけど楽しんでやってると思うので、ぜひこれからも遊びに来てください、お願いします。ありがとうございました。ちょっとじゃあちょっと早いけど今日は終わりにします。じゃあ行きます。ありがとうございました。じゃあまた二度寝する方はおやすみなさい。これからまあ一部とかある方はね、行かなきゃいけない方もいるので、その方は行ってらっしゃい。でもありがとうございます。それではおつおつ、じゃあ今日はずんちゃんの誕生日ということで、また後でまた電話、もう一回 LINE をしたいと思います。それではありがとうございました。じゃあ皆さん、じゃあ3、2、1で切ります。3、2、1、バイバーイ。